皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ニューサイクル、実況始めます。立て直しに奔走した前回。ビーチク貯めるのに必死だったから研究もほとんど進まない。なのに文明サイクルだけは進んでく不思議。ろくに研究が進まない状況、現在の技術で解決できない問題が起きないことを祈るばかり。それでは今回も文明再興頑張っていきましょい。9年目を迎えた我が町、現在人口197名、現在の目標は文明サイクルに追いつくよう研究を進めることですね。ただにキメキ増えるだけでサイクル進んじまうのが悩みの種、そこんとこどげんすっとね。人口を維持しつつ研究を進めるそれっきゃありません。簡単に言うのな。無論簡単ではないですね。限られた人数で必要な施設に適宜にキメキを配置しながら、なおかつ重要資源の備蓄は絶やさない運営が必要です。めんどくさ。それに少々問題もありまして。またなの。以前から懸念していた木材の問題、あれがそろそろ表面化しそうです。げ、ビーチク300切ってんじゃん。町の近辺の木材資源はすでに枯渇、しかし前回から採集を始めた川向こうの土地にはまだ木材があるのでこちらで採取しておきましょう。なんだまだ結構残ってんじゃん。これなら安心。しかし水や食材と違って木材は春になっても復活しない資源なんですよね。いずれはこの地域全ての木材が枯渇することは必要。やばくね、木材なくなったら終わりじゃん。そうなるとやはりこの地域の外の開発を進めて、そこから木材を得るしかないでしょうね。でもさ、お外の世界って資源取るために施設建てなきゃあかんのでしょ。でもそれには条件があってそれが満たせないからできへんって言うてたやん。それが江戸や狩猟小屋なんかが建てられるようになってるんです。あらほんと。この2つの施設の建設条件は拡大、探索地域が広がったのでできるようになったのかもしれません。ですのでお試しにちょっと施設の建設をやってみます。とりあえず井戸と仮小屋を建設してみましょう。でも欲しいのはお水じゃなくて木材なのよね。飲料施設の建築条件は地域の整備となっているのですが、具体的に何をすればいいのかさっぱりでして、そこんとこもきっとちゃんと教えてくれや。ヘルプ見ても具体的な話はさっぱり。つっかえねえのな。いくつか施設を建てれば条件を満たすのかもしれませんし、そもそも先のサイクルに進まないと開発できないのかもしれません。とりあえず試行錯誤してみるしかないですね。言いたかないけどここは不親切すぎると思うで開発者さん。同感です。まあしばらくはまだ木材の調達もできるでしょう。今はできることをやる、そんだけ。ちょうど前回住民各位から要望のあった集会所のアップグレード、必要な資材が全て搬入を終えたようです。こいつのせいで研究がまたストップしちまったのよね、こんちくしょう。そしてアップグレードを完了したネオ集会所がこちら。またちょっとだけご立派になったのな。特に何か新しいことができるようになったわけではないようですが。見た目だけかよ。ちなみに現在の文明サイクルは5番目の機械の拡大の時代。拡大どころか停滞真っ盛りなのよ、こんちくしょう。次のサイクルの条件は作業員240名、現在205名なのであと35名ですね。旅人さんとミキネキハッスルの混合技ならすぐ行っちまうのよ。ですので人口を抑えつつ研究を進め、サイクルに追いつくのが目下の課題にして難題なんです。まあできることからコツコツと、必要な人材は余裕のある職場から引き抜きます。過剰に施設を建てたおかげで過剰に食料備蓄が溜まっていますので、そこからミキネキを引き抜いて別の職場で働いてもらいます。またミキネキ植えて食材丸かじりにならんのか。今の備蓄が半分を切ったらミキネキをキッチンに戻せば問題ないでしょう。試しに先ほど地域外に作った井戸と仮小屋に派遣してみます。本命は丸太や、そこんとこ頼むでミキネキ。そして集会所のアップグレードも終わったので研究を再開。今回の本命はこちら、石炭火力発電。そろそろ風車建てるだけじゃ電力需要に追いつかないのよね。それを一気に解決する可能性を秘めたこの研究を最優先で進めます。研究を待つ間にも文明サイクルのキャッチアップを進めます。まずは加熱炉1基を前回アンロックした断熱炉にアップグレードします。一つくらいなら今の余剰電力でなんとかなるでしょう。アップデにもワイヤー消費するから結構きっついけどね。断熱炉へのアップグレードが完了。新たにブロンズと鈴のインゴットの生産が可能になりました。いいじゃない。施設の名前も精錬所に変わりましたね。しかし精錬所の創業には職人2名が必要なようです。加熱炉は作業員2期でよかったのよな。創業開始は職員の育成が終わってからですね。育成を待っているとまた今年も旅人さん来たれり。ウェルカムマイホ。ダメだつってんだろ。ダメなの。ダメです。今はとにかく現在の人口でやりくりしつつ文明を進める。移民は当面お断りです。 ESE 県すまんな旅人さん、移民再開したらまた来てくれや。その後研究が完了。我が町期待の星、石油発電機がアンロック。建築コストは備蓄で十分足りますね。ワイヤー以外。ワイヤーが200必要とかお高いのな。ワイヤーの備蓄ができ次第建設を始めましょう。でもこれでまた研究がストップやな。町が文明サイクルに追いつくのはいつになることやら。だからできることからコツコツと、こちらも研究で作れるようになった農地を作ってみました。ついに狩猟採集生活から農耕牧畜生活。栽培できるのは穀物か理念は繊維の材料ですね。
人手が厳しい時期ではありますが、ニキネキを割り当ててお試し操業してみましょう。生産量は1日あたり穀物60。なるほど、サイスキャンプよりかなり多いですね。ならこれからは農業の時代やな。ただ穀物はスープキッチンで調理できません。なんですと？穀物を調理するには多分研究を進める必要があるんでしょうね。結局それなんやなって。備蓄をしておくのは悪いことではないですので、農地はこのまま操業を続けましょう。早くドーンと農業区画作れるようにならんとな。一方で職人の育成が完了したので、製錬所も操業開始。同じ量の鉱石で加熱炉よりも多くのインゴットの生産が可能で、しかも必要なニキネキの数も3人から2人に減ります。いいことずくめなのな。ただし電力消費量がなかなか足ねえのです。ただこのように新時代の設備は電力を消費する代わりに生産効率が向上したり、必要なニキネキの数が減るなど大きなメリットがあります。だからしばらくはこんな感じで今ある施設を後でしていくってことなのね。一連の枯渇騒動で随分と施設の数も増えちゃいましたからね。後でおすすめつつ不要な施設を撤去してスリム化を進めましょう。必要なワイヤーが溜まったのでお楽しみの時間です。石炭火力発電機の建設を開始します。場所は鉱山のお隣。おめえにかけとるんや、頼むで。ところ変わって集会所、久々に公益商人登場。今までも来てたけどろくなブツ持ってこねえから出番は全カット。初回以来の登場。今回の2期はなかなか有能2期。まだ生産できていないブロンズインゴットを取り扱い。これは確かに有能2期。備蓄のある衣服と同額で交換できるのでちょっと調達しておきましょう。太陽フレアの備えにもいるでな。ええー、で、これからもええもん持ってきてくれな商人2期。念願の石炭火力発電機が完成。ビクトリー。当然操業にはニキネキが必要。作業員6名に職人2名。マジか、またどっかから8人も持ってこんとあかんのか。こりゃきっついのよ。そこをなんとかしてこそのやりくり上手ってもんですよ奥さん。ニキネキをかき集めて石油発電機の稼働開始です。その発電量驚きの7653。風力発電の最大発電量の約60倍。ビクトリー。働くニキネキの人数で発電量も変わるようですし、必要な数だけニキネキを配置するなど柔軟に使うこともできそうです。最初からできるやつだと思ってたのよ。これで電力の問題は解決ですね。あとはガンガン施設の後でを進めていかんとな。まずは加熱炉のアップグレードですね。現在加熱炉はほとんど鉄のインゴットを生産していますが、製錬所にアップですれば生産効率も上がります。これで銅やブロンズ、鈴インゴットの生産にも着手することができそうです。鈴鉱石はまだ採掘ができておらず、現在稼働中の鉱山の採掘範囲に交渉がないので新たに基本の鉱山を追加で建設。ただどの交渉が鈴なのかは試し掘りしないとわかんない。要はガチャやな。そのためだけに鉱山建てるのがもったいない、もったいない。こればかりは仕方ないですね。鉱山が完成したら早速交渉の調査を始めましょう。ようやくキャッチアップも進み始めた我が町。久々に住民各位からの要望です。紙の支給をしてほしいそうです。却下。まあそうなりますよね。紙はまだ研究に育成にと必要な資材です。おまけに製材所も以前ほどのニキネキを割り当てできていませんので、最近はかなり生産量も減ってるんです。アマちゃんリーダーのご主人様でも閉めるときは閉めなきゃいかんのよね。すまんなニキネキ、ここはしばらくこらえてくれや。冬になりさらに要望ありけり。今度は革と理念を混ぜたよりイケてる衣服が欲しいそうです。却下。まあそうなりますよね。新しいおべべ期待って気持ちご主人様よくわかる。でもそのために避けるニキネキがおらんのや。こらえてつかあさい。一繰りの厳しい状況です。やむを得ませんね。でも早くサイクルに追いつかないとほんままずいで、これはいつまで経っても時代に取り残された街になっちまうのよ。前進の時代の研究はなんとか終わりましたが、加速の時代の研究はようやく短所に着いたばかり。厳しい状況が続きますね。とにかく今は施設のアップデを進めるのに、お次は鍛冶屋をアップグレード。より高度な物が生産可能となる金属工房へと進化させます。鍛冶屋のアップグレードが完了して金属工房に進化。今まで生産していた工具とワイヤーに加えて、鋼鉄とエンジンの生産が可能となりました。エンジンとかまだまだ出番は先やな。ご主人様知ってる。必要なニキネキは作業員8名に職人2名、鍛冶屋は作業員5名でしたから人数的には倍になりますね。マジか、アップでしたら効率的になると違うんか。話違うのよ。とにかくなんとかしてニキネキを調達します。職人の訓練が終わり次第操業を始めましょう。そしてキャッチアップに明け暮れた9年目が終了。町は節目の10年目を迎えました。一応おめでたい。今年の収支は食料が大幅マイナス。しかし大量の備蓄のおかげでまだまだ余裕があります。キッチンニキネキ大量に引き抜いちまったからしゃあねえのな。そろそろキッチンに人を戻すことも考えた方が良さそうですね。一方外の地域の開発は一向に進まず、建設した仮小屋や井戸からも物資が一切入ってきません。一体どうすりゃいいってのさ。これはちょっと現状では厳しそうですね。一度派遣したニキネキを呼び戻します。お外で遊ばせてる余裕はねえのよ。研究の進展で何かしらの展開があるかもしれません。今は町の発展に集中するのよ。年が明けようやく職人の訓練が完了した金属工房が操業開始。工具の生産量は1日で36。
これは鍛冶屋のほぼ2倍の効率ですね。一応一軒で鍛冶屋さんに見分ではあんのな。必要な頭数が変わらないのはちょっと残念ですが、新時代に必要な鉄鋼やエンジンなどの生産ができるのでまあよしとしましょう。そして昨年来進めていた交渉の調査も完了。狙い通りの鈴鉱石交渉を発見。インゴだぜ。これでようやく鈴インゴットとブロンズインゴットの生産に着手できます。鉱山で働くにキメキがまだいねえけどな。10年目を迎えた我が町の人口は作業員191名に職人20名、なんとか人口を抑えつつキャッチアップを進められていますね。職人に昇格してるニキメキがいるおかげでまだ文明サイクルも進んでないしな。ええ調子や。備蓄を見ながら足りない物があればよそから人手を回す自転車操業、この状況はまだしばらく続きそうですね。今年も面倒くさな1年になりそうなのよ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。